はい、どうもこんにちは、カジマックです。皆さんのお家テレビ録画するときどうされてます？テレビ離れがささやかれる昨今、全く録画機能を使わないって方もいらっしゃるかもしれません。うちは奥さんが主にドラマ、韓流ドラマも好きでたくさん録画してます。はい、実は韓流ドラマ僕も横で見ててハマってます。で、あとアメトークとかダウンタウン系のバラエティもいくつか録画してるんですけど、過去に一度ご紹介したハイセンスのテレビ 65U7E の外付けハードディスクだけでそれを賄ってます。 65U7E は3つチューナーがついてるんで2番組裏録できるんですけど、たまに番組改変期とかさらに重なって撮りたい時があること、そしてもう長らくうちにはテレビ用の DVD やブルーレイを再生する機器は繋いでません。それもちょっと使いたい時がありました。はい、両方ともちょっと欲しいわけで、それを導入するコストを抑えてみようってことで、これ、はい、前置き長くなりました。今回中古のブルーレイレコーダーを買ってみました。動作品とはいえ4800円別途送料だったんで、はい、これ6000弱かかりましたけど、この価格帯では新品を買えるわけではないんで本体は良しとします。ハードオフとかネットオークションやフリマ、もっと安く買える可能性はあるかと思います。ただしこれ結構古いのと付属品なし、これだけしか届かなかったんで別途コストがなかなかかかってしまいました。その全てをお話ししたいと思います。はい、今回の導入成功となるか失敗となるか、それはご覧いただいている皆さんの判断にお任せします。で、何より今回完全自己責任の世界です。このあたりはご了承ください。ということで今回この東芝のブルーレイレコーダーレグザ DBR-Z110 中古品買ってメンテナンスして設置してみた動画始めていきますね。まず今回この DBR-Z110、 このレコーダーを選んだ理由としては当たり前ですけど新品導入よりは安かったこと、そしてこの機種は内蔵ハードディスクの交換がしやすいとのことで決めました。ただもう2011年発売の機種で、これ自体は2012年の後期モデルですけど、それでもまあかなり古いです。なんですぐ壊れる可能性もありえます。そしてこれさっきもお話しした通り届いたのはこの本体以上です。ってことでリモコンもないし、なんなら B キャスカードも付いてませんでした。新たに導入することで慌ててかき集めたこれ以外の購入品ご紹介していきたいと思います。まずはこれ B キャスカード。これは B キャスカード再発行で検索すると専用サイトが出てくるんで正式に再発行お願いしました。送料税込み2160円、結構な出費です。で、次アンテナケーブル2メーター、これは今日動画撮りたかったのに家になかったんで慌てて近所のホームセンターで買ってきました。100円ショップダイソーにも1メーターのものはあったんですけど2メーター必要だったんでこれにしました。で、次サードパーティー製のリモコン。はい、リモコンもなかったんでこういうものを買ってみました。ただこれもしかしたらハイセンスのリモコン使えたんすかね、無理だったのかな。はい、こんな感じ。単用2本別途購入が必要です。はい、もう電池入れておきます。こんな感じのリモコンです。で、次 HDMI ケーブル。いや、ヒューレットパッカードとか出してるんすね。これが594円、結構安かったです。で、次これはうちの環境としてなんですけど HDMI 切り替え機。はい、すでにうちのテレビ HDMI ポートは満員御礼。外付けハードディスクに Fire TV キューブ、任天堂スイッチとヤマハのサウンドバー4つ埋まっちゃってるんでもう刺すとこがないです。ってことでこれエレコムの自動切り替え機能付き任天堂スイッチ動作確認済みの HDMI セレクターを買いました。これが1764円。はい、結構買い物してるでしょ。とりあえずは以上なんですけど、このレコーダー中に 320GB のハードディスクついてるんですけど、実は届いた初日動作チェックのついでに気になって開けてみました。取り外したハードディスクをクリスタルディスクインフォで確認してみると、はい、こんな感じ、注意が出ました。なんでさらにどちみちハードディスクの交換も必要だったということで、これに関しては手元にあったこれ比較的動作時間の短かった中古品を使います。で、これで定着したらもう少しいいものに変えてもいいかと思ってます。なんでこれもコストとしてはさらに上乗せです。で、細かいことを言えば、さっきリモコンに入れた電池とか、この HDMI セレクターはこれ単体でも動くんですけど、
中身は HDMI ケーブルと本体だけ、1個がアウトプット、3つ入力できます。で、ここ、はい、マイクロ USB ポートがついてます。これ別途 USB 充電器から、給電もできる仕様なんで、そっちの方が安定するんじゃないかと思ってるんで、それも設置予定。ってことはその分の費用もかかってくるわけで、仮にこれ、2.5 インチハードディスク 500GB、これが新品だと仮定して、だいたい4000円だったとします。ってことは今回この設置までにかかる費用はなんと、1万7000円をちょっと超えてきてます。で、これで、これが思い通りの動作してくれたらいいんですけど、まだハードディスクが合わなくて、動かない可能性もあるんすよ。はい、本当はこういう買い物、まずは動くか確認して、その後いろいろ買った方がいいんですけど、僕は動画撮りたかったんで今回先に全部揃えました。それではハードディスク交換から、サービスモードで初期化設定して、動作確認までやってみたいと思います。あ、で、今ご覧いただいた通り、このレコーダー、ハードディスクはなんと 2.5 インチ。ただ物理的な交換はめっちゃ簡単です。はい、それでは始めていきます。はい、まずはリモコンの設定。入ってた紙の通りに、やってみると、はい、ちゃんと動きました。この後リモコンがないと作業できないんで、これで大丈夫だと思います。それではハードディスク交換始めていきます。必要なものは、ドライバー、ダストブロワー、以上です。はい、これは不要っちゃ不要なんですけど、ちょっと内部のホコリ飛ばしておきます。まずこのレコーダー、東芝レグザ DBR-Z110。背面パネルはこんな感じ。はい、必要な方は一時停止してご覧になってください。一応現状動作品です。で、前面パネルはこんな感じ。あとここが、パカッと開きます。はい、見えますかね。こんな感じになってます。あとでここに B キャスカードを差し込みます。で、中にアクセスするには、まず側のここ、反対側にもあります。この左右合わせて2本のビスを外して、背面の1、2、3、4、5。この5本を外せば、簡単に側が外れます。はい、いきますよ。せーの、オープン。はい、中身はこんな感じになってます。で、あとはこのケーブル類を外して、4本ビスを外して、マウンターごと外します。はい、こんな感じ。で、このハードディスクは、4本のビスで固定されてます。これを外します。はい、これで、ハードディスクが外れました。ちなみにこれ、当たり前かもしれませんけど、東芝のハードディスクがついてました。それではこれを、はい、これ、500GB のハードディスク、これに変えていきます。あ、で、このマウンター、サイズ的には 3.5 インチが収まりますけど、ビス止めの穴は 2.5 インチ専用となってます。いや、このあたり心臓したんですね。どうせなら 3.5 インチ用の穴もあったらよかったんですけど、はい、こんな感じになってます。まあ、ドリルでちょうどいいところに穴を開けてあげる方法もあるかと思いますけど、とりあえずこのままでは 3.5 インチは固定できません。それではあと中清掃して、逆手順でハードディスクセットして元通りに戻します。はい、今電源入れてみました。ちょっとしばらく待ちます。はい、しばらくするとエラーを吐いて強制的に電源が落ちます。そこでこれ、本体の電源と停止を長押しします。これはかなりの長押しみたいです。はい、この画面、このサービスモードが出るまでめっちゃ長いんですけど、押し続けます。はい、ちょっと見にくくてすいません。こういうカテゴリーが選択できるようになります。はい、それではここでリモコン。まずは6番、シリアルナンバー更新を押してみます。はい、OK が出たんで、戻るボタンを押します。で、次に5番、ハードディスクのフォーマット。これをタップします。開始を選んで、はいを選択。はい、NG 出ました。これはハードディスクが合わなかったということ。いや、残念。はい、ちょっと NG 食らってブルーだったんですけど、実はこのハードディスク、初期化してなかったんですよ。
前に外した時、完全消去したまま初期化を忘れてました。なんで普通にパソコンで初期化してもう一度中に組んで同じ手順でやってみると、はい、フォーマットできました。いや、よかった。ハードディスク残量45時間55分。これで使えるようになりました。先ほどのセレクターを使って、任天堂スイッチと共用したいと思います。はい、それでは設置してきます。BCAS カードを差し込んで、有線 LAN とか HDMI とか、テレビアンテナをつなげて、設定済ませると、はい、無事使えるようになりました。やっぱり年代物なので、動作やインターフェースはそれなり、結構文字が荒かったりしますけど、いやもう全然 OK。 サブのハードディスクレコーダーとして、あるいは昔買って眠ったままの DVD やブルーレイを再生するプレイヤーとして、いやもう十分満足しました。でただ実は結構余分なものも買ってしまってて、例えばせっかく買ったこれ、はい、 HDMI セレクター、これは今回使いませんでした。というのも、うちのテレビには HDMI 端子が4つあるのは分かってたんですけど、先ほど僕がカウントしたもの、外付けハードディスクに Fire TV キューブ、任天堂スイッチとヤマハのサウンドバー、はい、この外付けハードディスク、いやこれは USB でした。ってことで一つ HDMI ポート余ってたんで、そこに挿しました。はい、これは今回無駄になったんですけど、まだまだ増える可能性はあるんで、しばらくストックしておきたいと思います。ただとりあえず今回購入したもの全部、あるいは参考にしていただけるリンク、説明欄に全部書いておきます。よかったらチェックしてみてください。はい、でこんな感じ。実際テレビボードに収めると本体は全然目立たないんで、今回正直あまり綺麗な個体とは言えなかったんですけど、中古品であってもあんまり問題なかった気がしてます。ただやっぱりもう 8,9 年前の製品なんで、ほんとぶっちゃけいつ潰れるかわかりません。そこはこういうジャンクに近い製品をメンテナンスして使う場合は注意が必要です。であと今回僕はハードディスク交換が容易な機種をリサーチして買ったわけですけど、自分で交換がたやすい機種は結構限られているようです。仮にできる機種だったとしても、かなりハードルの高い作業を要する場合があります。で逆にハードディスク交換できない機種は、中古品を買ってしまうとハードディスクの寿命で使えなくなっちゃう可能性もあるんで、このあたりはお気をつけください。とりあえず今回様子見ながら、レグザ DBR-Z110 これから使っていきたいと思ってます。ということで、いや古いハードディスクレコーダーいじりたかっただけ疑惑もあるんですけど、こういうメンテナンス動画も結構好きなカジマクチャンネル、お済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。